皆さんおはようございます。ダイのミラクルバ、金田です。純、ミスター、阪神タイガース。藤本勝美さんの孫さんいます。藤本勝美さん、確かに。 ファースト外野として、もう活躍しておりまして、守備もまあすっごい選手ではございます。守備だけだけ攻撃的なバッターでございまして、実は1960年のですね、はい。ホームラン打天王ともう少しで三冠王になる選手でございます。もう少しで。その二冠を獲得したそうでございます。確かに大学はシャープで本当にすっごい驚異的なバッターでございましてね、はい。3、4番を務めた、まあクイーンナップを務めるほどの最強バッターです。足はそれほど早くないですけどもね、はい。 というわけで以上です。バイバイ。